オジュワルド、待て。娘はここにはおらぬ。どこだ。言え。炎の国だ。炎のオニキスのもとにいる。なぜそんなところに。お前は知らぬだろうが、炎の王はもともと王大院の定めたあの娘の婚約者だ。王大院が弦を左右して人を惑わせるのは今に始まったことではない。あの娘は炎の王をこちらの思惑に引き込むためには有効な駒だったのだ。娘の心を自由にする魔法をかけるとは王大院も無慈悲なものよ。すでにあの女の心はオニキスにあるやもしれぬぞ。さあ喋ったんだ。命は助けてくれ、愚か者が。駒だと言ったな、彼女。お前、俺を聖人か何かだと勘違いしてやしないか。危険なお前など生かしておくはずがない。お前に捨て駒の心など分かりはしまい。